エアー・ツェルマットは、スイスのツェルマットに本拠を置く、民海航空会社兼飛行訓練学校。バレー州ラーロンにある、シオン空港に、事務所を構え、ガンイコールブラチ、ラーロン、ツェルマットの3カ所にヘリポートを抱える。2021年3月時点での従業員数は75名で、ある。消防や救急、山岳救助組織、市民は安全保障組織などと連携しながら、 活動を行っている、ツェルマット本社。左奥に、マッターホルンが見える19世紀諸島、ツェルマットはまだ小さな山岳農村地帯であった。1850年頃からイギリス人観光客が訪れており、この地をリゾートとして開拓することで村に大きな収入をもたらしている。1891年に、マッターホルンゴッタルド鉄道が開通するが、 開通当初は火器のみの運行な上、運行列車や線路、電力の供給施設が幾度となくなだれ被害にあっており、道路整備も進んでいなかったため観光客が取り残されるなど孤立感が頻繁に発生していた。また、度重なるなだれ事故の救助活動は、徒歩で入山し、1から2日後に毛布に包まれた遺体を、 ラバの背中に乗せ下山しており、仮に地名を取り留めても急斜面な山岳地帯である。ため、両施設に行くことは簡単でなく、唯一運行されていた一機のヘリで、天候回復後の収容を待つか、列車に乗せて下山するしか手段がなく早急な、事故対応は、長年の課題であった。1968年、現会長であるビートペレンが2機のヘリコプターと、 ヘリポートのための用地買収を決意し、エアーツェルマットが設立された。1970年には救助用インチを備えたヘリが初導入されており、シナルロートホールンの救助活動に初めて使用された。1971年にはアイガー北壁での救助活動も成功させている。1968年、ビートエイチペレンによってツェルマットに設立された。 1973年、エアーチェルマットは医療機器を搭載したヘリコプターでの山岳救助活動として、常勤の医師と麻酔会を雇用したスイス国内初となる民間の救助企業となる。2020年3月、エアーチェルマットはスイスの民間山岳救助業界第2位となるエアイコールグラシエとの合併を発表した。これまでの運行形態は変わらず、 両者合同の新 CEO、ゲホルト・ビーナーが就任した。ナダレ救助探知ビーコンレコ受信機を吊るし、マッターホルン山頂脇を飛行中の AS350、AS350 を橋の上に止め休憩中の、退院2020年3月時点での保有機材の合計は11機となる。ありがとうございます。